TGFPW 公式 YouTube をご覧の皆さん、こんにちは。リンゴアナウンサーの南波沙織です。本日は来年開催されるタッグトーナメント第2回2人はプリンセスマックスハートトーナメントの組み合わせ抽選会を行います。はい、ですね、こちらにトーナメント表があります。で、ですね、まず最初にお断りなんですけど、参戦選手のスケジュールの都合により1回戦の日程については抽選後に改めて発表させていただきます。必ずしもここが神戸でここが岡山でとか、なんかそういうのはないです。はい、それではじゃあ抽選に移りたいと思います。ここに12枚の封筒があります。で、中には1から12までの数字が入ってます。で、例えば、はい、一番上なんで1番が入ってます。で、これを今から順に引いてもらって、この1番だったらここ、2番だったらここっていう風に決めていこうと思います。はい、なお本日は荒井由紀、飛鳥、鳥羽美香は欠席ですので、そちらのチームはパートナーが代表して引いてください。はい、じゃあそれではシャッフルします。感じですね。はい、じゃあこれを、各選手の引く順番を発表したいと思うんですけど、各選手のデビュー戦からのキャリアをチームで合計して、合計キャリアが長い順、ベテランの方から引いてもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは坂崎由香選手、水木選手引いてください。むしきこれがいい。あ、1枚でお願いします。1枚にしてもらっていいですか。じゃあ、じゃあ、ぽい。イエーイ、いやー、こっちだよ。やめる、こっち、こっちにしよう。はい、じゃあ続きまして、中島翔子選手、ハイパー三沢選手お願いします。はい、私これ
がいい。私こっちの方がいいと思う。なんで？こっちの方がなんか気になったもん。じゃあこれ。いいよこれ。いいよ。なんで二人とも選ばれた。なんだよ。はい、じゃあ次は、原宿ポム選手、桐生真宙選手お願いします。はい、誰にしようかな、天の神言うのに、あ、長い長い長い、まんまんまん、もう一つの向きにまんまんまんって。はい、続きまして、猫春菜選手お願いします。パートナーいないけど代表して弾いてる。猫？頑張って。真ん中にする。えらい。続きまして、スズメ選手、遠藤アリス選手お願いします。中身見てもらってもいいですか？見ましたか？中身。わー、はいはいはい。では、丸一番、一番引いた。あ、一番。あ、一番。あ、じゃあ、ということは、じゃあまずここに原宿ポム&キリマヒロ、はい、入りました。正面。じゃあこのチームと戦う相手になる2番を引いたチーム。いますか？はい。あら。お。ということはじゃあ原宿ポム＆桐生真宙対宮本モカ＆新井由紀、はい、決定しました。はい、じゃあこのどっちかの勝者と、1月の20日の新宿で戦うことになるシードの丸三番。ラッキー。じゃあどんどんいきますね。はい、次丸4番を引いたチームの方。はい、あいつはずっと引いてたっけ。あいつはずっと引いてたっけ。うるさいな。はい、ノア光、角田直組、はい、こちらに入りました。はい、続きましてこのチームと戦うことになる5番を引いたチームの方。なんかいっぱい来た。はい、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 大丈夫？大丈夫？あ、はい、まだ、あ、まだ来ました。ここは、猫春奈、鳥ばみ、かや組。鳥と猫、はい、はい、猫、鳥と猫、食べちゃダメよ、美味しそう。はい、決定しました。では、このどちらか勝者と戦うことになる6番、はい、早い。はい、天馬のどか愛の雪組がシードでこちら入りました。おいしそう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 。3人でなんで敵みたいな。ほらほら、はい、よろしいでしょうか。はい、こんな感じです。こんな感じ。はい、よろしくお願いします。はい、では続きまして7番を引いたチームの方。水木組入りました。ラッキーセブン。続きまして、このお二方と戦うことになる8番引いたチームの方。なんてことだよ。中島優香水木組対中島翔子入った水木組。ラッキー。はい、決定しました。とんでもねー。とんでもねー。これだからよ。これだからよ。このどちらか勝者と
戦うことになる。誰だ9番を引いたチーム。これえこっちだー。高田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 だマックスハートトーナメント、お楽しみに。